内山くん VS プレミアム G1 第7回ヤングダービー反省会。はい、始まりました、はい、もうね、反省することしかありません。そうでしたか。はい、もう反省しかありませんよ、本当に、ね。はい、磯部誠選手の優勝で幕を閉じました。このヤングダービーですが、はい、この時間はゲストの皆さんと反省会を行っていきます。はい、ね、はい、もう何でしょう、勝った人間と負けた人間の顔がはっきりしてるよね。分かれてますね。もう聞かなくても分かるぐらいニコニコしてて、ゆきぽよさん、そしてういちさん。ういちさんはちょっと老けましたかね。ちょっと何歳か、うん、大丈夫でしょうか。疲れてしまいました。疲れてしまいました。おじさんはもう眠くなってしまいました。眠くなってしまいましたか。はい、では先ほどのですね、優勝戦も振り返っていきたいと思います。振り返りましょう。 VTR ご覧いただきましょう、はい。最終12レースヤングダービー優勝戦。これね、本当上田竜星くんね、別にスタート遅れたわけでもないしね。そうなんですよね。1秒前スタートしました。コーススタート1コース3コース4コース。ここがちょっと2がへこんだところが、そうなんだよね。だからここで言ったら普通まあ大体1、3、まあ3、1かなと思うんだけど、このターンがすごいんだよね。この小回りさすがですね。ここはでもがっちり刺さってるからね。もう無理だよっていう感じですけどね。で、関選手がこの2コースちょっとでグイっていくんで、そこに広瀬選手が展開ついてきて2、3、1になるんだよね。ここがこれはもうさ、頭はもうほぼ確定じゃん。覆せないくらいの差がありますからね。差はあるね。ここで3がもうここでグッド前に。だからあとはもう2、3、1か2、3、4かぐらいでしょ。でしたね。はい、ということで、まあ、今回優勝しました磯部誠選手は G2 の優勝歴はあったんですが、G1 はなかったので、これで G1 初優勝ゴールとなりました、ね。だけどもうその放送中も言ったけど、節間通してさ、はい、磯部誠って本当に30歳以下だったのって思うぐらい、ヤングダービーに出てるんだっていうぐらい、なんかもう貫禄ありすぎてさ。そうなんですよね、風格があってねえ、はい。だけど G1 取ってなかったんだね。そうなんですよね。ただまあグレードレースでも活躍してますからね。そうなのよ、はい。これで今年も6回目の優勝で、通算25回目の優勝となりました。だからもうこれからはもうどんどんね、これを弾みに優勝、あの、ね、SG に、ね、SG でももうこれから優勝してもらって、優勝してもらって、そういう選手ですよね、っていう流れになってくるのかな。はい、さあではですね、皆さんの最終所持金確認ということで、一番気になるところですね、見る、はい、確認していきたいと思います。こちらです。そちらです。どちらなのよね。そちらです。ね、失礼しました。もうどちらか分かんない時代も。画面をご覧いただけると、はい、はい、ゆきぽよさん10万円です。イエーイ、10万円。いや、すごいですよね。いや、すごい。いや、だからもう確実になんつうの、その1レース当てて、はい、さらにもう1レース当てて、はい、12万いくらまでいって、はい、最終レース10万円残して、うん、やるっていうところだから、俺とういちさんなんて全部かけちゃうもんね。全部。もちろんもちろん。12万あったらね。はい。いや、だからその辺がなんか割とね、ギャルってこう失礼ですけども、アッパラパーなイメージあるじゃないですか。、まあ、これイメージですよ、イメージね。私いっぱい欲しいから全部やっちゃうみたいな感じにならないんだなっていうのが、逆に好感度アップしますよね。そうなんですよ、堅実なんですよね。そう、これね、だからね、やっぱゆきぽよちゃんって人気あんのよ。そうかもしれない。これがね、本気の、正直今ゆきさんが言ったようなギャルでパッパラパーだったら、これやっぱりみんなにそんな人気が出ないのよ。一瞬だけ出ても長続きしないのよ。共感も集めるんですよね。ゆきぽよちゃんがこうやってやっぱ長続きしてるのってのは、やっぱ芯がしっかりしてるからなのよ。そうですね。でもテレビ的に面白いって思われるのは、絶対全部かけちゃった方が、あのリスナーさんとかはウェイってなるよなって思ったんだけど。いや、そんなことないよ。でもそれができるのはゆきぽよちゃんなのよ。いや、そうですよ。俺らが、俺とウィッチさんがこれ10万残したらどんだけ叩かれるか。10万も叩かれるか。次回いなくなってる可能性もある。はい、そう、だからそういう番組じゃないんで、本当に最終的に
なんつうの、パッパラパーのギャルじゃなくて我々おじさんなんですよね。パッパラパーだよね、うん、結局は、うん、はい、ここでですね、皆さんの予想結果一覧にまとめてあります。そう、今日スタート出し良かったんでね、良かったんですよ、うん、ね、3人的中してね、で次がちょっと荒れちゃったからね。そうでした。で、荒れる予想はしてたんだけど、あの521の回目だけなくてね、うん、そうでした。で、この11レースのこのゆきぽよちゃんのね、このね126がすごかった。ここで勝ちが決まりましたね。そうだった。いやいや、まだ決まってないよ、最終レースあったから。ほぼ決まりましたよ、うん、でも俺もいつもこれは今日無理だなっていう感じだったけどね。10万はちょっとね、遠いっすよね。そう、さすがに、うん、はい、なんかもう今日、ただ、うん、あの狙えるだけの配当で最後決まってるんで、そこなんですよね。そう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 、うん、割と狙いに行けばね、そういうとこ変えたような気もするんですけど。そう、なんか上田流星くんがちょっと完璧すぎちゃって、うん、そうなんですよね。そう、だって普通で言ったらもうゆきぽよちゃんが1から言ってくれてるんだから、はい、もう我々2とか3とかから行けばいいのに、微妙にゆきぽよちゃんが買ってない目を買おうとするこのおじさんたちのやらしさよ。そういうちょっといろんな考え事が、うん、あとね、今日はなんかね、もう親父2人がね、ゆきぽよちゃんとクリちゃん2人をなんかいじって楽しみすぎたよね。本当だよ、うん、本当ですよ。敗因じゃないでしょうか。敗因はね、それかもしれない。一番反省しなきゃいけないとこだよね、今日は。でもそれが敗因だとしたら、今日は楽しかったからよかった。以上、楽しかったからならいいんだ。ポジティブ。そうね、はい、ということで、うん、今日の勝者のゆきぽよさんに、はい、今回の総括をしていただきたいんですが。何総括って、はい、あのもうちょっと砕いた、うん、砕いたことを言わないと総括って言われても、なんか新しいカツサンドですかみたいな感じになっちゃうから大まとめを、うん、大まとめをお願いしたいんですが。大まとめ、どうですか。え、日本語でだよね。そうまとめって急に英語で言われても困るんだ。まとめたことないからさ。いや、でもあの反省会に来てこう思ったのが、はい、あのやっぱ勝つ人になって、こうおじさんたちが反省してるところをバッて自分だけ何にも関係なくこうやって眺められるのってすっごく気持ちいいなって思いました。ね、そういうことだそうですよ。私数年前まで子役だったんですけど。数十年前ですね。もう今や立派なおじさんでございます。はい、しかももうじき誕生日を迎えるのに、もう今日なんか誕生日だからこそ今日勝てんじゃねえかみたいな。今日こそ。あったけどなかったね。なかったですか。誕生日会でね、はい、お誕生日会で、まあしょうがない、やっぱギャルには勝てないよ。なかなかギャルしか勝たん。強いんですよやっぱり。はい、今回の内山くん VS ですが、はい、ダイジェストで後日ボートレース公式 YouTube チャンネルにて配信予定となりますので、はい、ありがとうございます、はい、ぜひとも皆さんご覧いただきたいと思います。見てね、はいはい、そしてですね、次回、うん、の告知となります。こちらです。ボートレース大村で SG 第67回ボートレースダービー始まります。ちょうど1ヶ月後くらいですね。ダービーが始まりだすと今年も残りわずかだなって。そうなんですよね、ちょっともう終われる感じがありますよね。ねえ、でも大村はやっぱりウイチさんがね、そうですね、言ったら一番のホームプールになるんじゃないですか。ただね、僕実際今年ほらテレボートで買うことが非常に多かったじゃないですか。はいはいはい。なので結果が一目瞭然なんですけど、うん、実は大村の的中率が僕一番低いんです。全場の中で。そんな。そうなんですよ。だからその原因っていろいろ語り出すと長いんですけどね、うん、はい、じゃあやめといていただいていいですかね。それでね、一番の原因が、はい、最終の優勝戦だけをやってるというのをなんじゃないかと自分で言ってるんです。はい、なので今回節間全レースを生配信でやらせてもらえるんで、ここが僕が大村で勉強してきたことを出す、もう本当に真骨頂を発揮する場面だ。見せどころですね。なるほどね。そうです。はい、あ、そうか、初日から最終日までウィッチさんが全て配信されるんですよね。全部やらせていただきます。そうですね、だから、はい、初日から5日目まではウイチさんの方を見ていただいて、最終日だけは内山くんバーサスを見ていただくということで、ね、はい、やっていきましょう。ここはそれでいいです。はい、まあ、改めてですが、10月20日から25日、はい、1節間ですね、うん、こちらの JLC の方でもボートレース
公式 YouTube チャンネルで配信企画番組がありますので、ぜひともご覧いただきたいと思います、うん、そして最終日ですが、はい、もちろん内山くん VS ということで、はい、ゲストは社長子くんとみさおちゃんですね、はい、そうですね、はい、でくりちゃんもいますんでということで、ね、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。みさおちゃんも結構当てるからね。そうなんですよね、詳しいですし ね、うん、本当にね、うん、はい、で社長子くんはやっぱり勝負強いところがあるからありますね。そう、歌もお上手で、いやそれはね、もう本当にで、だから前回はあれだったけど、今回はひたすらモノマネだけやっていただいてモノマネ配信ですか、うん、あんまり予想させないようにしようかなそっちに集中してもらってまあでもね、まあでも楽しかった。いやまあまあ、はい、年内にはまあもう1回ぐらいゆきぽよちゃんが来れるんだったら来ていただいて、いやもう視聴者の方も本当にお待ちしてますから ね、うん、ね、ちょっと一回やっぱおじさんたちを逆襲っていうのを、逆襲を見せてくれるの、うん、怖、うん、はい、一回ぐらいいいとこ見てもらいたいですね確かに、まだ見たことないんだよね。正直さ言って、正直さ、ゆきぽよちゃんさ、この親父たち全く当たんねえなと思ってるでしょ。本当に思ってんのだって一回も見てないんだもん、バッてるところ。いやだから、そうなんじゃないですか、今んとこただ二人のキモいおっさんとボートやってるだけでしょ、うん、適当にあしらいながらボートやってる。そうだよね、本当だ、これじゃガリガリの親父とデブの親父二人がああでもね、こうでも言ってボートはこうだと指南して、うん、で、やたらグイグイ突っ込んでくるなみたいなことだよねで、当たったらお金あげるとか言っときながら一個またねって全然出てこない、まあまあ、全然ダメだこれ、はい、さあ、そうですね、ではもう番組も反省会も終了間近となってきましたので、はい、全然反省してないけどね反省が反省会ということで、うん、はい、一言ずつ皆さん感想を伺っていきたいんですが、まずゆきぽよさん。そうですね、でも本当にギャルしか勝たないっていうのはマジであると思っててちょっと周りにもボートレース誘ってみようかなって思います。もうどんどん広めていただいて、うん、はい、いいですね。そうで、この間誘って前に内山くん VS 来た時に、うん、ギャルにボートレースやんないよ今日やってるからって言ったら、その子をなんか2桁ぐらい持って帰ってきました、すごいですね、やっぱりギャル持ってんだな。当たったよとか言って、ギャルさん強いんですよね、ギャルメイクですかね。ギャルメイク考えなきゃダメだ ね、はい、ウイシさんはいかがですか。次はクリちゃんのギャルメイクが見られるという、ギャルメイク、ギャルメイク教えていただいて、ギャルメイクで、いや、クイちゃん、ね、高校生の時にしてたメイクすればいいんだって、うん、だって高校時代ギャルだったって聞いたし、もうゴリゴリよ、ゴリゴリだったんでしょうかね、ちょっと髪が当たったくらいですかね。いや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 、ガングロで極太のあの筆持ってたんでしょ極太の筆、ね、筆を、そうですね、極太の筆、あ、その方が話題出ますかね、初夏だからね、確かに、うん、はい、うん、フリーになられたんだったら1回ぐらいそれやってくれてもいいかなと思う、ね、ガングロ極太見たい、ガングロ極太、極太の筆ね、極太の、そこだけで、いいよ、反省してよ、クリちゃんが悪いよ、本当に反省してほしい、全部ね、クリちゃんが悪いのよ、そんなことないんです、変なワードだけ抜き出すんだもん、はい、そう、いやいや、内山くんは感想を一言お願いします。そうですね、まあ今日もね、案の定もう今日ゆきぽよちゃんに会った瞬間から今日勝てねえなと思ったんだけどまあ案の定負けて、まあゆきぽよちゃんが楽しんでくれたから良かったかなと、楽しかったです今日も、はい、そう思います、完璧でしたよ本当に、はい、完璧でした、うん、はい、あとはもうクリちゃんの極太だけがちょっと楽しみだ、もう楽しみですね、ね、はい、ちょっとご期待いただきましょう、はい、はいはい、はい、うん、ではもう大締めです、はい、はい、皆さん今後ボートレースで一緒に盛り上がっていきましょうさよなら